情報セキュリティの3要素情報セキュリティの3要素は CIA トライアドとして知られています。これは情報セキュリティの基本的な原則を表しており、以下の3つの要素から成り立っています。機密性コンフィデンチャイティ 機密性は、情報へのアクセスが適切な人々にのみ許可されることを指します。つまり、機密性の原則に従うと、機密情報が不正なアクセスや盗難から守られることが保障されます。機密情報は、組織の秘密、個人のプライバシー情報などが含まれます。完全性インテグリティ。 完全性は、情報が正確であること、及び意図しない変更から守られていることを指します。情報の改ざんや不正アクセスによって情報が変更されることなく保たれることが重要です。完全性の原則に従うと、情報が正確で信頼性のあるものであることが確保されます。 可用性アベイラビリティ可用性は情報が必要な時に適切なユーザーがアクセスできる状態であることを指します。システムや情報がサービスの提供に支障をきたすことなく利用可能であることが求められます。可用性の原則に従うとシステムのダウンタイムやサービスの中断を最小限に抑えることが目指されます。 これらの3つの要素をバランスよく保つことによって情報セキュリティが確保されます。情報セキュリティ対策はこれらの要素を考慮に入れて設計実施されることで組織や個人の重要な情報が守られることを目指します。 情報セキュリティの3要素機密性、完全性、可用性を守るためには、以下に示す具体的な対策を考えることが重要です。これらの対策は、組織やシステムのニーズに合わせて調整されるべきです。機密性の対策。 アクセス制御、機密情報へのアクセスを必要最小限の人々に限定し、強力な認証や認可メカニズムを導入します。暗号化、機密情報を暗号化して、不正アクセスから保護します。ファイアウォール、ファイアウォールを使用して、外部からの不正なアクセスをブロックします。 フィジカルセキュリティ、サーバールームやデータセンターなどの物理的アクセスを制限し、不正な物理アクセスを防ぎます。完全性の対策。データベースの整合性、データベース内の情報を一貫性を保つために整合性制約を設定します。 バックアップと復元、レギュラリーなバックアップを行い、データの損失や破損時に復元できるようにします。デジタル署名、デジタル署名を使用して文書やファイルの改ざんを検知できるようにします。可用性の対策。 冗長性、冗長なシステムやネットワーク構成を使用して、障害が発生してもシステムの可用性を確保します。ロードバランシング、トラフィックを均等に分散させることで、システムへの負荷を分散し、可用性を高めます。DDoS 対策、分散型サービス妨害 DDoS 攻撃から保護するための対策を導入します。 これらの対策は、情報セキュリティを総合的かつバランスよく強化するための一部です。組織はリスク評価を行い、最適なセキュリティ対策を選定実施することが重要です。また、定期的な監査と更新を通じてセキュリティ対策を継続的に改善することも大切です。 ご視聴ありがとうございました。